バードの奥と三つが飲むとこ見てみたい遊びグリ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 よしこいグリグリグリちょっとよ見てないってこれは引いてないって必要かなと思って俺さっきお見えがってきたんだけどおっとおっおっマジでいくんだマジでいくんだ早いね今日早い今日早い1本目だからねまだいけるからまあ、お二人は結構お知り合いみたいな感じ。誰ですか？あ、森山さんと国際的。いや、知らない手が。なんで知らない手が。まあまあ、顔見たこと。顔見た。全国放送で。あー、やめろ。全国放送でね。やめて。はい、よくご存知してた。あー、やめろ。バレる顔やめまあ、そんな感じで。はい、まあ、このチャンネル結構その、経歴を幼少期からお聞きしていくって感じなんですけども、なんか中高一貫ですよね。あ、僕そうですね。武蔵高等学校。あー、名門です。名門です。御三家ですからね。あ、そう、御三家です。よく知ってますね。結構じゃあ勉強ばっかりって感じですか？いや、そんなことないです。結構遊んでて、うち別に親が中学受験しろっていう家庭でもなかったんで、なんか急にやり始めた感じですね。あ、自分で。はい。なんでですか？いや、かっこいいじゃん。もともとそこそこ勉強はできたんで抜かれるのが嫌だったんですよね。ああ、ガチの勉強始めたみたいな。武蔵入られて中学高校の時は結構ガッツリ勉強してました？あ、もうしてないですね。あ、してない。まあでも周りに合わせてみたいな最低限レベル、僕多分中間ぐらいじゃないですか。ああ、多分真ん中ぐらい。勉強を始めたのも高3の10月とか。部活入られてました？サッカーやって。あ、で高校の時にちょっとサッカー飽きちゃった。女と遊びたいな。性欲を実現したいと。そうなんです。なるほど。ちなみに中学受験で SFC の中学があるんですけど、そっちと武蔵ってちょっと悩んでもないんですけど、男子校がいい。え？男子校に行きたい。おお。で、行ったはいいものの、やっぱ中2ぐらいでちょっとみんなおかしくなってくるんですよ。なんかあれだと思うんですけど、英語の教師ちょっと若い先生、女の先生にみんなムラムラする。あるあるある。冷静に見たら別に街中で見たら。そこまで言ってないだろうな。そうそうそう、ありますそう。でもめっちゃよく見えちゃうんです。そうなんですよ。この環境おかしくねって高1の時も気づいちゃったんですよ。高1でもサッカー部やめて、髪染めてピアス開けて、で外の世界行ってたんですよ。昔から結構モテてました？はい、僕4歳の時から。4歳？4歳何があったんですか？4歳で幼稚園の同級生が僕を手当てあんなグリアル結果しました。女の子たちが。女の子。そこで、あれ、もしかしたら俺かっこいいかもしれない。それで大学受験ですよね。指定校でしたっけ？あ、指定校を取ろうとしました。あ、勉強したくなかったし、うん、指定校取る人もあんま多くないんですよ、うちの学校。へぇ。自分らで受けて、まあ、東大でもなんか医学部とかなんか受けるやつが多いんで、私立の指定校とかって結構空き枠なんですよ。なんでそこにもう滑り込もう。あの早稲田の文化構想学部受けたら落ちたんですよ。成績がちょっと出なかったみたいな。僕の学年で2人そこを志望してた人が、で僕含めて、もう1人は僕よりも成績が良くない子だったんですけど、僕は当時金髪と黒髪を光さんみたいな。なるほど。髪をしてて舐めた態度で臨んだのが良くない。なるほど。それで試験受けたんですか？試験っていうか、まあまず学校のところを通んないといけないんで、面談みたいな。それで臨んで、もうそれはそうなるかもしれない。指定校落ちたの10月だったんで、やばい、やって2月に受験だからやばいってなって、4ヶ月必死で勉強したんですけど、やっぱりどこも受かんなくて。あ、どこ受けられました？早稲田の4学部ぐらい受けたかなっていう感じですね。文学部だけ補欠で、他あと全落ちみたいな。では浪人が寸大ですか？寸大です。そこで富士山ですよね。そうです、そうです。よくご存知。この前聞きました。この前なんかお互いこうバチバチだったみたいな。あ、そうです、そうです。僕とか男子校から来てるから、女の子いっぱいだみたいな、反キャンパスライフみたいな。ああ、なるほど。なんでやっぱ生きりたいんですよね。
で、なんていうんですか、食堂じゃないですけど、休憩所みたいなところで、いつも溜まってるんですよ、みんな。で、派閥があるんですよ。あー。森山派みたいな。フジモン派みたいな。そこら辺が、こうやって睨みっかせずで、なんか、すっげえ目立つやついいなと思って、めっちゃ背高いし。で、なんか、ループ対象ですよ。ループ流行りましたね、その。あいつ、マジキメえな。当時ロン毛でしたっけ？僕ロン毛で後ろだけグリグリパーマかけて取り直すって言われて、で後ろだけかけたバグだろ、ね、当時それがかっこいいと思って2、3ヶ月ぐらい喋ったこともなくて、ただ見てあいつキメえなでも向こうも向こうでアントロニオスキメえなみたいな3派閥ぐらいあって、夏ぐらいにここ行き来するコウモリみたいなやつで、そいつがちょっとあいつ意外といいやつだからちょっと喋ってみようよみたいな、で、まあ、よし似てたんですよね、僕クリトフジは。あー、何がでした？女遊びに関して。あー、ミクシーね、僕ミクシーでゴリゴリつってたんですけど、フジもそうだったんですよ。だから一番最初に僕がフジに話しかけられたんですけど、君もミクサーって、キモいやん、キモいやん、まあミクシーで女の子釣ってる人のことを僕はミクサーって呼んでたんですよ。富士の記事でそう呼んでたんですよ。これ全然なんかあの有名なワードじゃないんですけど、こいつと仲良くできるかもしれないって思ったんですよ。富士って地頭いいんですよ。こいつどうにかなるだろうなって感じだったんですけど、富士とつるんでるやつらの成績がどんどん落ちてたんですよ。で、僕もそこに肩突っ込んでて、あ、このままってやばいなって思って、ちょっと距離を置こうと思って。で、浪人してどこ受けられたんですか？まあ、そうけ、上地あたりざっと入れて、その時やっぱ滑り止めのイメージとかも受けましたね。全部受かりました？いや、そんなことないですよ。落ちたのが、ホセラの整形落ちましたね。秋山経済落ちました。落ちました、秋山経済。あっ、どうして、なんで嘘？一緒かなって。なぜかその時、弁護士になりたかったんですよ。なぜか。法学部ってかっこいいじゃないですか。うん、弁護士かっこいいじゃないですか。人生ゲームで弁護士とかなったらちょっと嬉しいじゃないですか。で、総慶上智の法学部で受かって悩んでたんですけど、結局やっぱ慶応の法学部一番モテそうな。僕、多分ずっとそうですね。モテたくて。モテたくて。で、そこから、あれですね、サークルがすごいんですよ。ああ、そうですね。もうないんですけど、チューバーキャノンボールテニスクラブっていう、結構伝説の、はい、ですよね。僕らの世代はそうでもなかったんですけど、ちょっと前の世代でなんかすごい伝説が残ってるような、関東一のやりさと言われた、サークルに入ってしまったんですけど。それで弁護士も目指してるって感じ？あ、弁護士は一瞬でやりました。一瞬早っ早っ、法律つまんねえな。法律つまんねえ。まず伝説が父親挙手事件っていうのと、父親挙手、ごめんなさい、ちょっと滑舌が。ちょっと有名な話なんですけど、サークル妊娠しちゃったみたいな女の子がいて、そのサークル女の子の父親がサークルに乗り込んできて、やっと誰だっつったら3人手挙げた。おもろい挙手事件。どういうこと？申し訳ない。あと2、3個ぐらいなんかあったんですけど、伝説のエピソードみたいなのが。で、僕入った時は、それが終わった後だったから、みんなからドン引きされてるみたいな状況が。だから、学年で結局入ったの3人だったんですよ。男の子3人。で、女の子3人。本当にまだあったんだみたいな感じの立ち位置です。他の慶応生からしたら。なんでその少ないの入ったの？なんかその少ないのにさ、入ってる先輩とかすごいかっこよかった。あの言っていいのか分かんないですけど、なんか名古屋で、あとなんか普通に地下格闘技、あれじゃないですか、大学生当時出てた人とか、もうゴリゴリ墨入ってて、見た目ケロスじゃないですよ、めっちゃ裏の人怖い人みたいな、しかも超越してるんですよ。とにかく人が面白くて入りましたね。だからやりさでやりまくりたいっていうので入ったわけではなかった。結局僕1年しかいなかったんですよ。1年経って、フジテレビのあれ、ああ例の時期、はい、シルキャンは代表になれたんですか？そうです。一応1年の途中、冬ぐらいに代表になるんですよ、1年から。それをまあ半年とちょっとぐらいやってました。そこには他のエビスジャックのメンバーはいなかったんですよ。中間にいなかったです。他のところにいた。そうですね、シルバーキャノンボールテニスクラブと沖縄の広告研究会っていう、あ
二大巨頭みたいなやばいやつらがいるんですけど、はい、こっちの広告学研究会の方にケスとタクがいました。富士山すごいとか言ってましたよ。なんだウィズ？あ、ウィズなんだ。なんか、はい、大乱高フォーミングアウトみたいな。あ、一緒一緒一緒。あれは自分で作ったやつです。あ、はい、誰が入りたいんですか。もう一応大乱高フォーミングアウトです。実態を言うと、まあ、8人ぐらいのサークルなんですよ、はい、うん。言いづらそうだな。まあ結成のきっかけがあったんですけど、大学1年だった5、6月ぐらいですかね。はい、当時あのコールセンターの前に押したんですけど、深夜ぐらいで電話かかってきてるし、おりゃ、LINE コールしようや。僕もう飲んでる。聞いてずっとバイトしてたんですけど、でそれがスタートで、これをまたやろうので組んだんですよね。あでちょうどなんかヤバい女をいろいろ見つけてる。当時その富士の肝を呼び中とか、うんうん、もう一人 AV 中運配さんも違います。あ、違いますね。あ彼女は当時はまだ清楚で、どうしたの。ちなみに運配さんとは地味ではない。んこれ積みですね。んこれは積みですね。ちなみに経験人数今どれぐらいとかお聞きしても僕多分200ぐらいなんですよ。おお。前びっくりしたんですけど、ミッツさんは3桁ってことでしたっけ。あの大学1学にかなり生きった時期がありまして、生きり散らかした時期なんですけど、大学1、2年の頃はめちゃめちゃ頑張りましたね。あれしたらどうだった写真って。ってそういう感じっすよ。いや僕大学の時に3年間付き合ってた彼女がいて、あでも全然遊んでないですよね。大学時代もっとだから遊んどきゃよかったなってすごい。そうっすね。そう3年付き合った彼女いて、その後僕2年間結婚したりとかしてるんで。あそっかそっか。そうなんですけど、爆発したのは離婚してからぐらいですね。ああなるほどなるほど。全然3桁とかいかないんで、僕国立なんでほんまに異世界みたいな感じですね。あ国立ではこんなないですね。え合コンとかしないですか。したことないですね。あ本当ですか。いや本当結構つい最近まで童貞ええそうなんです。そうです。YouTube 始めてなんで。あ寄ってくる女がいて、DM で。あ悪い。俺男やのに。運配さんじゃないです。一人暮らしどうしてもしたくて、それでやっぱ自分で家賃も払わなきゃいけないし、ちょっと金が必要だなってなった時にサークルって1000万なんじゃないですか。なんでフジテレビの方を取ってサークルやめたんですよ。頭ぐらい結構フジテレビ上映会も厳しいんですけど、僕が後輩にできたら常にビスバッ蹴られたりとかあったんですけど、後輩にちょうど6秒向こうに女さんに匂いしようだみたいな感じで、あこれ今ケスの割れなんですけど、僕は全然合コンで言うと2年とか100回以上とか、うん、そしてるってシャワーあってしかも仮眠室あって寝れるんですよ。生活できるんですよ。くっさーガッタムシャーみたいな、こっからもう合コンかみたいな。大学は大学には行ってない。それで留年したみたいな感じですか。あそうです。あでも一流積んだんですか。一流積みました。だって三流ぐらいするんじゃん。そうですね。彼はちょっと学部を間違えてしまったので、文献しとけばよかった。ちなみにフジテレビで富士山が首にしたのが森山さんで。いやそんなことない。どういう状況。そう聞いた。なんかそう聞いた。なんかその森山さんがそのリークしたみたいな。話ですか。まあ元々あのご存知の通り富士って結構やっぱ時間守れないし。そう、そこがあんま良くないんですよ。遅刻すると罰金制なんですよ。あ例えば、まあ、日勤で1万5000円もらえますってなって、もう遅刻したら働いてる人を乗る人につき5000円ずつ払わなきゃいけないとか、3人それがいたら0円で勤務みたいな。てか今、その制度じゃなくなっちゃったんですけど、あもう罰金しまくるみたいな、勤務タイプもあるそうだったんで、いつ藤本切るかみたいな感じにはもともとなった。そんな中で、これ以上遅刻したらやばいっていうオンエアがあったんですけど、それ遅刻してしまったんです。当時そのノートがあったんですけど、なんかモラハラみたいなこと書かれるんですよ。死ねみたいな、もう社会のゴミだみたいなことを赤ペンで書かれるんですよ。っていうのを先輩の真似してふざけて、その日の寝坊のことを書いて写真撮ってケースケに送りつけて、こいつヤバいとか言って遊んでたんですよ。でバレたらヤバいからリスってしてたんですけど、僕そのフジテレビのパソコンに携帯こうやって繋いで充電した時に画像が全部バーンって持ってかれて、で緊急会議です。富士をどうするかみたいので20人ぐらい話し合うんですよ。でなんか3択ぐらいあって、坊主罰金75万ぐらいやめる、選ぶみたいな。結局坊主なんだ。やめじゃないんだ。僕
絶対やめると思ってます、うん、違う、僕家で寝てたら藤川電話掘ってきてビデオ通話みたいなんで俺は坊主でした今から渋谷来て実家から渋谷結構遠いんですか、もう夜12時前とか速攻渋谷行って頭さりで、その 1,2 ヶ月後ぐらいに飛びましたお忘れしてやめるフジテレビ何年間ぐらいやってました？僕は結局4年間やってたんですけど、それで卒業できたんです。確かに。あ、そうですね。だんだん先輩になってくにつれて偉くなっていくと楽になってくるんですよ。ああ、まあこんなこと言っても分かんないですけど、ほぼ働いてないっていうか、あ、座ってアプリをやってる、発動がやってる富士さんもね、あの働かずに30万ぐらいもらえるみたいに言ってましたから。そうですね。来週とかこのフジテレビの話言いすぎて、今事情聴取来てるんですよ。えフジテレビから、バイトの派遣元のとことから事情聴取来てる。あ、そっか、主任義務とか一応あるはあるんですよね。うん、まあ分かんないですけど最悪全国放送されたこっちでそこまでいかないから民事なんで、あんまり一緒にしないです。それで言うと、あの切り抜きで見たんですけど、なんか森山さん捕まったみたいな。ああ、大学生の時っすね。めっちゃ喜びめっちゃ喜びよ。全科持ちなんですよ。全科者なの。いや、全科ついてない。ついてない。普通に警察署までパトカーで運ばれた。何したんすか。僕、三鷹祭りで三鷹神社の狛犬に登ったんです。あ、行きました。そう、酔っ払って、もう大学1年テンション上がって三鷹の狛犬にこうやって登って、うわその狛犬から降りた瞬間にこうカーッて急に伝わって連れてかれて、すいません、ちょっと痛い話が見えない、話してくださいつって、パッて話す瞬間に僕出してくるっつって、ここで負けるわ、手段して息捨てるこの帰ろうって、はい、そいつは捕まえろ周りの人たちの人たちも足速さヤンキーっすね、イダテンみたいなやつみたいな、シャカ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 みたいな、バカバカ警察行ったらもうなんか、まあよくあるわみたいな感じっすよね。よくあるんだ。よくある。今なんか酔っ払ってガキがバカしてる。で、三鷹神社の人がクソ怒ってたんですよ。警察だみたいな。警察ってわかりますか？ああ、礼拝の警察って、あの、宗教でもあるんですけど。ああ、あるんですか。多くの方とかもたまにそれで。警察の人偉そう。経済の塊みたいな。存在が不景気だったんですよ。そんな感じの卒業できたって感じですね。そうですね。卒業しました、5年間で。ああ。自分と留年して。え、3つって何年ぐらい？僕、就活で2流したんで、留学もしたんで、3発ぐらいやった。3流ぐらいですか。7年いたの。7年。あ、そうなの。知らなかった。なんで嬉しいの？小学校に長いじゃん。えらい。就活はうまくいったの？うまくいってないな。すごいシンプルな質問。全科持ち出発できんの？いや、それよく企画でやってほしいから。あ、確かに。イエスとかに書くのはないの？いや、ないの。全科、あれ。全科。履歴書やせめて。それで言うとね、就活結構成功されたって感じ。僕はでも適当にやりましたけどね、結構。ぐさぐさってなって。才能というか。僕、でも就活もそのチャンネルとか呼ばれて話したのもするんですけど、本当に参考にならないですよ、僕の就活の話は。え、就活どんな感じでしたとかは、お聞きしたら大丈夫ですか？いや、ダメです。あんまり。あ、全然いいっすよ。話すとしたら、僕と今朝嘘ばっかついてましたっていう話ですね。学生時代力を入れたこととか聞かれてもないんですよ、僕全然。まあ、フジテレビぐらい。あれとしたら、就活の正解が分かんなくて、アクセル最初は言ったんですけど、その2時ぐらいで、僕マジで怒られたんですよ。何かというと、趣味で書く欄に、趣味女って書いてあったんですよ。そりゃそうだ、すごいな。マジで怒られたんですよ。そうなんです、落とせばいいのって。なんか、ここは通すけど、お前マジ就活舐めてんだみたいな。趣味女って何みたいな。慶応先輩だったらしくて、マジで怒られて。就活の取り組み方が全然わかんない。いや、それでも女は違いますよ。ふふってなるかなと思った。ああ学地下とかも完全に富士の話をしてて、あ、富士大学生の時起業してて代理店みたいなことやってたんですよ、はい、でその話をまるまる富士をインストールして話す。ああ富士の霊言みたいな感じ。そう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 
ないかな。それを通した人間性とか少年性みたいなところを、まあ、見てると思うので、やりきればいいんじゃないですか。じゃあミッツさんが失敗した理由とかって分かりますか？ミッツが失敗した理由に関してはシンプルにコミュ障なくなる。それもあるな。ミッツに関してはやっぱうまくやろうとしすぎちゃうのかなと僕は思ってて、やっぱ対話なんですよ結局、即興なんですよ。準備しすぎっていうのと、あ、そうそう、こう来られたらこう出そうみたいなのを準備しすぎてガチガチになると多分自分の良さって出ないんですよ。そこがダメですね。でも結局僕は交際業だったんですよ。ああ、そうね。結構ショックでしたね。ああ、そう、なんで、まあ、人事面接あって最後役員面接みたいな感じだったんですけど、役員面接で汗ダラダラになりながら一生懸命いっぱい喋ってますよ。日本の将来についてとか。もう熱く喋ったんですよ。でリクルートめっちゃ聞かれるんで、でなんかありがとうございましたみたいな。で人事来て、僕どれしかないですよ。ん、顔がかっこいいって言ってたよ。同じ人事だったんですけど。なるほど。結構ショックでした。配属された部署も女性がいっぱいいるよ、お客さんの女性が多い。ああ、じゃあそこに入れたらうまくいかなみたいな想定が多分あったんでしょうねきっと。多分そうっすね。そこの部署の役員だったんですよ。ああ、なるほどなるほど。もう一つ内定もらってましたよ。僕はデロイットトーマス。で、それすごいですね。確かにつけ。そこもなんで通ったかわかんないですけど、なんかすごいいい人だったんで、相手が。ああ、そうか。フェレとかやるじゃないですか。とかのケース問題をもはや一緒にやってくれるぐらい話しながら、なんかたまたま相性が良くて最後の今日してもらったみたいな。それリクルートを選んだ理由とかってありますか？当時の付き合った彼女のお母さんが元リクルートだったんですよ。どうしたらいいですかねって言ったら、いやリクルートしようみたいな。あ、そういうリクルートの人ってリクルート超好きなんですよ。で僕の中でも外交マジ忙しそうってなったんですよ。だとしたらちょっと金よりもやりがいとか楽しさかもしれないって思って選びました。あ、なるほど。リクルート何年間ぐらい働いてました？僕結局3年目の頭だったんで2年と3ヶ月ぐらいですね。その退社理由がその富士山ですよね。そうです。人生を狂わされてビールからね外れるのが怖いって言ってたんで。そうなんですよ。確かに。僕なんか一貫し結構割と流されてきた人生なんですよ。うん、ふわっと友達がやるからとかやってったら YouTuber になってたんです。なんか YouTube やろうってやるとき、まあ別に出ても大丈夫だろうぐらい、うん、でちょっとやってたら2ヶ月ぐらいでバレたんですよ。呼び出されてさあ、呼び出されてこれあなたですよ。ちょっと僕がみんな欲しくて企画みたいな。そんなの出されて盛り上がった。あなたですね。はい。はい、僕です。動画を全部消すか会社辞めてもらうか選んでください。でも当時僕が出てる動画10本15本ぐらい上がってて、ちょっと申し訳ないけどな、僕が出てる動画全部消すっていうのは走り出しでしかも伸び始めてたんです。一応その時は辞めますって言ったんですよ。動画全部消すことはできないんで辞めますって言ったんですけど、帰って富士とかで話しててどうしようみたいな。したらもう富士もやめろ。任せろみたいな。天下取らせろ。詐欺師かよみたいな。多分クリーンな YouTuber だったらそんなことないんですよ。ああ、確かにね。リクルートの方に秋尾黒君っていう、あー、はい、その YouTuber がいるんですけど、あいつゴリゴリ会社目指して全然クリーンなんだろうな。やっぱ内容の問題だったね。コンプラなんですよ。コンプラ。ちなみにそのミッツさんとはどうやって出会われました？そうですね、なんか港区で女食べらかしいやつがいるみたいな紹介で。いやいや、そんなんでしたっけ。あれ、そんなんじゃん。あ、ちなみに説明をすると、僕らとミッツの元々の関係って、僕らが合コンかますと仲いい後輩がいるんですけど、そいつがめっちゃ女の子紹介、僕多分300人とか400人以上多分紹介されてるんですよ。その後輩に女の子を紹介したのがミッツだったんですよ。なるほど。なるほど。そうだから、なんか大元みたいな。もう大元っていうあれでもないんですか？そう、宮戸くん松尾なんでやそんなない。あ、そうね、なんか出会い頭なんかチンコ見せられたみたいな。あ、見せられました。あ、そう、はい。あれどういうことなんですか？あれって、そうだね、捕まる前ね。捕まらないのかと思ったんですよ。誰かで構わず進行出すよ。いや、じゃあ誰か変わるとかって言うの。日本で一番大きいっていうのもある。いや、めちゃめちゃでかいんですよ。もう自慢するんですよ、盛り替えの場で。女性とかの前でも。いや、そうっすよ、普通に。捕まるべくして捕まる。そこから早くてね。本当日本一ぐらいですか？あ、日本一のサイズが分かんないですけど、僕が会ってきた男の中で一番でかいです。マジか。あ、そんなにしてません。うん、申し訳ないです。あれ、でも牢屋から出てきた後さ、ちっちゃくなったみたいな。
一緒にしてちゃんと今はボタンを押さえてます。まあ、去年いろいろ事件があったんですよ。で、まあ、そもそも最近割と復活してきましたね。ああ、そうですね、はいはい、去年から今年にかけて炎上したのがそもそも初めてだったんですよ、ね、で僕あんま炎上しても気にしないっていうか、うん、結構やっぱ一番辛かったのがメンバーのメンタルが良くなくなっちゃうんですよね。何やっても伸びない状況になると良くないですよね、うん、責任のなすりつけじゃないですけど、ちょっとギスギスするんですよ、うんうん、でこの感じが初めてで、そこで初めて炎上つらみたいな、うん、で年末にみんなで旅行行った時に富士が、いや今年1年マジで俺が全然ダメだったからごめんみたいな、うん、謝んないんですよあいつ、うん、謝んないんですけど、そこで初めて謝って、でなんか俺らも全然いいみたいな、来年頑張ろうみたいな、で頭から結構勢いつけてきたんで、よかったって言ったらあれですけど、それがあったからこそ結束力強くなったなっていうのがありますね。死ぬわけじゃなくてね、思考なんですよ僕。なんで YouTube100 万人行きたいっていうモチベーションがちょっとなかったんですけど、そこを目指さないとダメなんだなって僕は思うなったし、で新しいそのタクの加入とかも、はい、あいつも結構ゴリゴリ仕事するやつなんで、うんうん、モチベーションも高いし、うん、それも相乗効果があったと思います。ああ、なるほど。みんなが頑張ってる状態が今かなっていう。なるほど。じゃあ最後にですね、受験生、浪人生、就活生あたりの視聴者に対してメッセージ、アドバイスなんかあればお願いできたらと思います。僕はもうずっと流されるままに生きてきているんですけど、その結果得るものがいっぱいあったし、この先も多分そうやって生きていくと思うんですけど、なんかそういう人生もういいじゃないですかってちょっと言えないなんか自分でバシバシ決めていく人もいるじゃないですか、うん、なんかそういう強い人間だけじゃないと思うんで、流されていってもいいんじゃないかなと僕は思います。だから肩の力を抜いて生きていきましょうありがとうございます。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 代わりもいなくて I keep in mind